何に基づいてですね、まあ、これからの未来をの経営を考えていかなければいけないかっていうふうに考えるとやっぱりそこにですね、まあ、理念能力というよりは人格っていうのかな。でそこからですねあの4年 立ちますけども最初やっぱ戸惑ったのは今まで,ですね税理士として、まあ、トマグループのですね経営の一部に参画はしてましたけれどもトップとしてですね経営に関わっていくのと、まあ、経営陣として、まあ、税理士業もやりながら、まあ、経営の一,一角に参画するのとですねやっぱりその責任の重さですとか、まあ、経営に対するですね、まあ、意識の深さがまだ全然足りなかったっていうふうに感じましてやっぱり最初はですねあの経営ってどんなものなのかと。 まいうことをですね、しっかり自分なりに考えて自分なりの価値観を固めていくと覚悟を決めていくというところがですね最初は苦労したところかなというふうに思いました、まあ、コロナっていうのは一つ大きなきっかけになったかなというふうに思ってまして、まあ、お客さんも非常にまあ大変な状況はねあったんですけれども、まあ、トーマグループもこれからのどうなるかわからないという空気がですねやっぱあったんですよ。 でその時に何に基づいてですね、まあ、これからの未来をの経営を考えていかなければいけないかっていうふうに考えるとやっぱりそこにですね、まあ、理念経営理念の存在っていうものがですね非常に大きいということで私自身認識して、まあ、自分なりにまあ経営理念をまあもう一回ですね再認識して考えを深めてそれをまあ社員にも話をしたしこれからもですね、まあ、理念に基づいて経営をしていくっていうことが本当に重要だなというふうにあの感じています。はいはい 指名をする前にね実は社員にアンケートを取ったんですよ3回ぐらい取ったかな誰にも見せないから将来の経営者誰だって言ってですね私しか見ないからっていうことで,で私はですねやっぱり一番見たたかかっっっののはは能力といいううよりり人格っていうのかなやっぱり将来のね遠間を託すためにはやっぱりそれなりな人格をまあ持ってるわけじゃなくて持てる可能性のある人っていうことを一番ね 僕はあの重要視していましたまあ、ですから社員の面倒見が良かったりねまあ、いろんな意味でやっぱりこいつだなっていう風うに僕はえ本当にあの直感したんですよねいろんなお客さんとの相談の中でやっぱり能力で選ぶっていうのがいるんですよね性格悪いんだけど能力で選ぶっていうこれやっぱりね良くないなと思いますやっぱり能力も当然必要ですけど能力の前にやっぱり人格性格 エコひいきをしないとか、まあ、やっぱりこう、一つの精神を貫いているとか。まあ、そういう人を選ばないとですね。やっぱり社員はついてこないのかなというふうに思ってて。まあ、そういう意味で、本当に今、いい人を選んでね。あの、良かったなというふうに、あの、思うんです。で、私は事業承継の、まあ、専門家としてね。あの、六十五でバトンタッチしたかったんです。だから、五十五の時に、六十五で。 社長るぞっていう宣言をしてそれを言い続けたのはもう自分としてもそれをやっぱりお客さんの見本となる遠回りをしているので65という年齢の時にピシッとバトンタッチできて本当に良かったなというふうに思うし株もね えー、みんなに,に持持ち株会ででっっててもらってですねみんなの会社に、まあ、したっていうのが私としては良かったなというふうに思います。まあ、たまたま、まあ、うちは子供がつかないっていう、ね、こともあったし、まあ、そっちがあったとしても多分このパターンやっぱり一族親族外の人間の経営を選んだんだろうなって私はなん人とつながりが非常に、ね、人の能力に依存している会社なのでやっぱりトップがですね 遠間昭夫の子供だからといってみんなついてこないですよね能力があって人格のある人間にやっぱりくっついてくるのでトーマグループこれ私は今本当にあの正解だなというふうに自分では思っています、は。い 意見はぶつけ合うんで、まあ、そういう対話の機会はですねあのずっと持ち続けていますけれども、まあ、最後はまあ,あなたが決めなさいということで、まあ、そこは任せていただいているかなっていうふうに感じてますので。 まあ失敗はたくさんしてるんですけど、まあ、怒られたっていうあのことはあんまりちょっと私自身の記憶じゃないですよもっと失敗してチャレンジしないとやっぱりいけないかなというふうに思ってるんだよねだけどやっぱりそういう意味ではね着実にやってくれてるので本当に頑張ってくれてるなっていうのは思いますよねはい。 どこでも働けるような環境を作っていくということで、これがやっぱり事業承継、バトンタッチなのかなって。<music>